近代ユニバーシティ。皆さんこんにちは。日本の大学全部行った男、山内大輝です。今日は近畿大学の文芸学部芸術学科舞台芸術専攻につきまして、柳原三國先生からお話をお伺いします。先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、舞台芸術専攻というのはいわゆる演劇なのかなというイメージなんですけど、どんな勉強をする学科コースと考えたらいいんでしょうか。主に演劇とかダンスが中心というふうに思われがちなんですけれども、近畿大学 の、はい、文芸学部の中にある舞台芸術専攻ですので、一般教養から始まって戯曲、脚本だったりとか、あとトップ系といって、論文、伝統芸能を研究したりとか、あとアートマネージメントだったりとか、本当にさまざまなことが学べます。舞台芸術が学べる大学って全国でも非常に少ないですよね。そうですね、演劇はほとんどないと言ってもいいかもしれないですね。まあ本当に10本の指に数えるかどうかぐらいの少なさだと思います。まあ多くが芸術学部とか芸術大学にある中で、近畿大学っていう総合大学の中に演劇舞台芸術があるということの魅力ってどういう点でしょう。やっぱり一般教養っていうのがありますので、国語の教員の免許が取れたりだったりとか、国語の教員免許、はい、あとは語学っていうものに非常に長けてますので、英語だったりスペイン語だったり韓国語だったり中国語だったりっていう、そういった語学っていうものも本格的に学べるっていうのはとても魅力的なことだと思っています。なるほど。実際の就職先として役者とかダンサーとか脚本家っていうものをこう職業にできる卒業生の方っていうのは多いんでしょうか。正直なところ非常に厳しい世界ですので、もちろん在学中からアイドル活動をやったりとか役者をやってテレビに出たりとかしている学生も少なくはないですけれども、やっぱり非常に難しいとは思います。それはやっぱりその芸能界で活躍するぐらいの厳しい世界。そうですね、厳しいと思いますけど、でもその演劇とかダンスっていうもの自体がそうやってこう役者になってでテレビで活躍するという人だけではなくって、本当にこうその地域にどういうふうに貢献するかとか、社会とその芸術を通してのコミュニケーションがどのように役立つかっていうことをやはり大学の中でよく学びますので、そういった意味ではいろいろなところに就職していますね。例えばタンポポの家という障害者施設で演劇を教えたりだったりとか、あとは名古屋の芸術文化財団でダンスの制作をしたりとか、そういった分野で、本当に広くテレビに出ている実技をする人だけではない人たちが育っているっていう印象は受けています。そうしますと、いわゆる一般企業に入るっていう道もあるということですね。はい、ほとんどの学生が卒業して一般企業に入りますね。勉強の内容はその学問としての演劇とかをこう授業を聞いたり本を読むというのと、こう歌ったり踊ったりみたいな実技とどういうバランスなんでしょう。それが学生によります。学生がやっぱり選んでいけれるようなシステムになってますので、どうしても実技をやらなきゃいけないっていうわけではないんですね。ただ実技を中心に取りたい子、例えば劇団四季を目指しているとか、もっと海外に行って踊りたいっていう、踊りとかと演劇を中心に取りたい子は取れるんですけど、そうじゃない子は取らなくてもいいシステムになってます。例えば本気で役者になりたい場合ってどういう道筋になるんでしょう。うちのところで言うと、例えば文学座だったりとか、本当に劇団四季だったりとか、そこを目指すために、どういうことをするかっていうことを実技を通して学んでいくっていうこともありますけれども、本当に基本的なことをやりますので、高校生とかで本当に演劇に触れたことのない子たちがこの学部に来ると1ヶ月とか稽古があるっていう理想ができないんですよね。やっぱり放課後を使ったりとか、そのいろいろな時間の中で演劇と向き合うという時間をやっぱり作らないと一つの公演っていうのはできないので、普通の大学生が送るよりも非常に充実した生活を学生たちを見ていると送っているような気がします。
まあ、お忙しいということでバイトと両立って結構大変ですかね。そうしますと、それがとても大変そうですけれども、まあいろいろな工夫をしてバイトと演劇を両立するということを真剣にやってる子たちもいますし、大学生になった時にすごく短い時間の中で自分が本当にやりたいこととどうやって向き合うのかっていうことは学生たちを見ててすごく大切なように思うんですね。で、なるほど。その夢が叶うのかといえば、それは私は何とも言えないぐらいすごい厳しい世界だっていうのは知ってますので、絶対やれるよっていうふうにはなかなか言えないですけども、そこで真摯に向かい合わないと現場に出た時に使える人にならないので、そういった意味では可能性はあるというふうに思っています。高校時代にこう演劇部とかダンス部みたいなところにいた人ってやっぱり多いんですか、学生さんは。はい、多いです。でもただ何もやってない子たちもやっぱり3割程度はいますので。あ、結構多いですね。多いですね。何もやってない子はじゃあ最初は大変ですかね、やっぱり。大変ですね。例えばどういうふうに舞台に立つのかということもわからないですし、映画を撮るにしても演劇を撮るにしても、必ずリハーサルっていうが付きまといますし、セリフをどんなふうに覚えるかっていうこともやはりすごくイメージとして難しいので、こんなことを重ねて本番を迎えているんだっていう意識をまず知るのにやっぱり1年ぐらいかかったりしますね。高校生がイメージしやすい職業としてアニメの声優とかテーマパークで踊るみたいな進路っていうのは可能なんですか？いや、アニメの声優とかは養成所に行った方がいいと思う。大学じゃなくて大学じゃなくてちょっと違う世界なんですね。例えばうちの学生で言うと、月曜日から金曜日までは大学に来てるんですけれども、土日を使ってアニメの養成所に行くみたいなシステムを取ってる子がいますね。要するに専門学校っていうのはその声優になるためだけの授業なんですけれども、やっぱり大学っていうところは視野を広く持って、社会とどういうふうに接していくかっていうことを学ぶところなので、その声優になりたいとかそういったことだけではここで学べるのかって言われると、声優においては専門的には学べないと思います。学問としてやりたい人が行くというのが大学。そうですね。あとはまあ実技もありますので、本格的にその演技をやりたいとかダンスをやりたいっていう人は来てます。例えば演劇、ダンス、戯曲、プロデュースみたいな分野でどこに行こうかっていうのは入学後に決められるんでしょうか？はい、決められます。1年生の間は本当に基礎的なことをやって自分が何に向いてるのかっていうのを学びながら考えて、2回生からどこの分野にシフトしていこうかっていうのを考えて、それで2年生3年生と少しずつ専門的になっていって、4年生の時にその卒業ゼミで選ぶことができます。柳原先生のご研究というのはどういったテーマなんですか？私は演出家で振付家なので、まあ、演技を教えたりとか、あとダンスを教えたりとか、ちょっと特殊なんですよね。あと岸田戯曲賞という賞をもらっていて、振付もやるのに本も書いたりとかするので、はい、本当に多岐にわたってやっていますので、それを学生たちと一緒に考えたり作ったりっていうことをやってます。戯曲というのは脚本と同じと考えていいんですか？違いますか？そうですね、脚本なんですけど、テレビの脚本とまた演技の台本はちょっと違って、その演劇の基本的に台本のことを戯曲って言うんですけれども。あ、なるほど、台本なんですね。じゃあ台本を書きたい人は先生の前任みたいな。はい、今もラジオの台本を一生懸命みんな書いてますけど。それはラジオ劇ってことですか？ラジオ劇です。実際に放送したりするんですか？今はとある放送局にお願いをして聞いてもらったりとかしてますけれども、その台本が採用されればいいなと思っています。はい、ぜひこれは選ばれてほしいですね。はい、先生ご自身が戯曲とか舞踏ってものを専門にしようと思った高校生の頃のきっかけって何でしょう？私は愛媛県の今治南高校という高校なんですけれども、すごく創作ダンスで有名な矢野先生っていう先生がいらっしゃったんですけども、もともとは本当に引っ込み思案でアニメ研究会、アニケンっていうところに
あのずっといたんですけれども、あ、先生が、はい、それであの体育祭に今よくドラマに出ている田中みんさんっていう方が、はい、あの踊りにいらっしゃったんです。へー、体っていうものを使って表現するっていうもの、田舎の高校生で初めて見て、ダンスっていうものの捉え方が少し変わって、それで私の姉が同じ高校に行っててダンス部 の、 あのキャプテンをやってたんですね。あ、お姉さんが、はい、はい、で、はい、それでそこのダンス部がとても厳しくて、あの、はい、1年生が誰も入っていなかったんですそれであの姉に毎日きっとダンスが好きだよみたいなメッセージを埋め込まれるんですよ。きっとダンスが向いてるよみたいな感じ部員が入ってくるからそうなんです、はい、それ言われ続けて、休み明けぐらいにもうそれがきっかけでダンス部に入ることになったんですよ。そこからこう大学の先生になるところまでこの道一本って素晴らしいですね。そうですね、そう考えるとちょっとまあラッキーだったのかもしれないですね。高校2年生の時に全国大会で NHK 賞っていう賞をもらったのをきっかけに、そのままダンスの道にずっと。あの演劇とかダンスを自分がやるんじゃなくて見るだけで楽しい人ってこの学科入って大丈夫ですか？はい、たくさんいます。林先生っていう先生と梅山先生っていう論文研究、伝統芸能とか、あと現代演劇とか作家論とか研究される先生もいらっしゃいますので、だいたい2割とか3割ぐらいは本当にこう感激して、楽しむっていうことを伝えるっていうことをやってる学生もいますね。本ああよかったです。なんかみんな歌って踊れなきゃいけないのかと心配してます。いやそんなことはない。そこがあの近畿大学のすごい面白いところだなと思うんですけど、いろんなところからその演劇を捉えて、例えばみんなで本を作ったりとか、その本も本当にすごく力を入れていて、あ、こんな演劇があるんだとか、こんな全然知らなかったあの場所があるんだっていうこともよくリサーチしていて、とても面白い本を学生たちは作ってますね。今の高校生が家で何か演劇に興味がある場合、やっといてほしいこととか読んでほしい本のようなものはございますか？はい、あります。別役みのるさんの舞台は遊ぶっていう演劇の本なんです。舞台は遊ぶ、銀河鉄道の夜っていうアニメがあるんですけれども、それの台本を書いてらっしゃる先生なんですけど、これから演劇をやる人にはとてもいい本だなっていうふうに思っています、はいはい、最近読んだ中でとても面白いあの本が、簡単に読める本なんですけど、日本文学の100年の名所っていう、これはあのどこででも手が入ると思うんですけど、はい、1巻から10巻まで出てるんですけど、その年の旬だった作家を取り上げて10年間ずつにまとめられた本なんですね。これは1なんですけど、1の場合だと本当芥川龍之介だったりとか谷崎潤一郎だったりとか、みんながあの一度は耳にしたことあるようなとても有名な作家の短編が載ってるんです、はい、この短編はあのとてもいいなと思いました。高校生にいいなと思いました。読みやすい。結構確かにこう国語とか文学の方にもつながってくるんですね、はい。まあ、今あのもし学校が休みという高校生の方、ぜひね、じゃあいろんな本を読んでいただいて、はい、舞台芸術勉強したい方、近畿大学で学んでほしいなと思います。というあたりでですね、本日は文芸学部芸術学科の舞台芸術専攻につきまして、柳原三國先生からお伺いしました。先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。